はい、こんばんは。参議院議員の徳俊です。チャンネル登録やいいね、コメントでの応援をよろしくお願いしますえ。今日は11月の23日にこちら収録をしております。今、ワールドカップが始まりましてね、えー、日本対ドイツが、ドイツ、えー、日本対ドイツがやってるハーフタイムにこちら収録しているんですけども、えー、これ娘の部屋をお借りしています。ティガー君がいますね、ティガー。 はい。ということで、まあ今日は雑談なんですけども、え、11月23日はですね、我が家の結婚記念日ということで、え、先ほど結婚記念日ディナーをして参りました。ちょっと藤田文武幹事長のね、あのー、パーティーもあったんで、そちらも大阪に行って行きたかったんですけども、え、ちょっと7回目の結婚記念日ということで、ちょっとすいません。今日は家庭のディナーを優先させていただきました。 結婚記念日というとですね、いい夫婦の日、11月22日にしてる方が、えー、多いと思います。で、昨日のやっぱり Facebook とかね、SNS を見ると、結婚記念日でした、みたいな、幸せそうな投稿に溢れていたわけですけども、えー、我が家は1日ずれたら11月の23日になってるということで、えー、これなぜかと申しますと、えー、我が家は、ね、ステップファミリーなんですね、えー、再婚家庭ということで、まあ、妻がシングルマザーで、もともと長女がいて、子供がいて、そこで結婚したということで、まあ、入籍のタイミング大体このぐらいの秋だったわけですけども、えー、じゃあまあ、いい夫婦の日にするか、 いう話をしててまあ、夫婦がいて、もうすでに子供がいるので、 一名でいい夫婦プラス1ということで、じゃあ1日足そうかということで、11月23日にしたという経緯がありまして、我が家の結婚記念日は11月23日になっています。で、これね、あの、メリットとしては結構いろいろありまして、まあ、11月22日にしてる方ってたくさんいるんですが、そこプラス1なんで、まあ、覚えやすいし、11月22プラス1なんで、なんかもう、あの、7月15日にしようとか、8月31日にしようとかいろいろやると結構忘れがちな人ってのは結婚記念日を忘れてしまう人ってのは多いと思うんですけども、まあ、もちろんいい夫婦の日の方は忘れ ないですし、まあ我々もそれプラス1なんで、あのまあそこを大体11月22日の話題を見ていれば思い出すわけなんで、まあ結婚記念日をうっかり忘れてスルーすることがない、えー、ということと、あと11月23日は祝日、まああの元々は二宮祭で今勤労感謝の日ということで、えー、祝日でここはあのハッピーマンデーとか関係なく必ずですね11月の23日、まあ要はこれ天皇のね、えー、行事二宮祭という重要な重要な日だったからこれ祝日になってるわけなんで、まあ11月23日は祝日ですからまあお祝い がしやすいというかですね。まあ、この日の夜にもうご飯食べに行ったりとか、あるいはあの土日食ついてるとか一泊二日で旅行に行ったりとかしてるんですけども、まあそういうのは。 お祝いがしやすいと。いうことで、この11月23日にしているね、メリットというか、絵がいろある、あるなと思いながら、え、7回目と、え、結婚記念日を迎えたわけであります。うん、まあ、いや、早もんですね。なんで、あの、まあ、長女は、え、当時、え、7歳かな ?7 歳で、え、結婚したわけですけども、今14歳になりまして、で、その時はまだいなかった次女が6歳の誕生日を迎えまして、え、そして今、長女が、え、長男が1歳になったと。まあ、いうことでございますけども、まあ、毎年毎年こんな形で、え、幸せにね、あの、歳を重ねていければいいなというふうに思っております。 短いんですけどとまたサッカーのハーフタイムが終わりまして後半戦が始まりますので今1ロで負けてますんでなんとかね引き分けもしくは逆転して勝ち点を、えー、日本取っていただきたいと思います、えー、頑張れ日本ということでじゃあおときだけも、えー、家庭安寧で引き続き頑張りたいと思いますのでよろしくご指導ご鞭撻とあれいっちゃんなんか来たのはい終わっちゃうかと思ってうか宣伝いっちゃん今日何の日ですか結婚式の日で、ね、結婚式の日じゃない結婚記念日ねはい。 こん記念日の日で。そうね。ゆいちゃん今日何食べたの？ハンバーグとカレー。カレー。何どこ二回目ね。二回目ね。鉄板焼き屋さん行ったんだよね。うん。ケーキも出てきた。ケーキアイスとケーキ出たんだよね。可愛いよね。ちゃっこれね。うん。でゆいちゃん今何見てたの？ん？今何見てたの？見てない。遊んでたんだ。テレビなんか見てたんじゃないの？うん。見てたよ。サッカー見てたでしょ？うん。何応援してんのゆいちゃん？ 誰もね。<本>そうそう、日本,日本、ね、頑張れ日本。頑張れ日本、頑張れ日本。はい、ということでチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもお願いします。葉もちょっと入ってきました。大人の葉ね。ベルマークだよー。あ、そうですか。はい、じゃあねー。じゃこっちしてください。